楽しみだな、軽音部のステージ。俺初めて見るかも。去年もすごかったよ。それでは軽音部ライブスタートです。お、皆さんこんにちは。まずはメンバー紹介からいきます。まずはベースのショウ。ああ、ベースタケ。あ、ベースタク。ああ、そして俺がベースのケン。全員ベース？そんなわけねえだろと思ってたけど、本当に？僕たちは全員ベースという珍しいバンドです。自覚あんのかよ。結成した時にそれぞれがやりたい音楽について話したら、こう方向性が一致して。一致しすぎだろ。こうやってベースに興味を持ったのも、憧れのベーシストも一致してて。浜岡本だな、寄せすぎてるよ。ちなみに誰だと思う？聞かなくてもわかるよ。絶対オズワルドだ。わかんないやついた。ちょっと似てるけど。その方に憧れてベースを始め、そしてバンド名もその方がいるバンド名をそのまま使わせていただきました。僕らの名前はワンオークロック。絶対岡本図だろ。ここまで来たらちゃんとやってくれよ。では聞いてください、ミックスナッツ。ヒゲダンだ。あー、もう頭混乱してきた。同じ音しかしない。ここは一致させるな。いやー、すげーな、重厚感。それしかねえ。音の重みがすごいっていうか。もう軽音部じゃなくて重音部だよ。ありがとう。続いてのバンドはドラマーズです。あー、また一致。お互いのやりたい楽器を尊重したらこんな編成に。現代社会の風刺か。では聞いてください、サウシードッグ、シンデレラボーイ。ドラム合わなそう。あー、また同じ音しかしない。方向性一致しすぎなんよ。曲と音は一致してない。シンデレラボーイ、レジを回って腕の中で私を泣かせないで。客を泣かせんな。どうもありがとうございました。続いて3組目のバンドです。ボーカルのリュウです。まずはメンバー紹介。ギターの深夜、ベースの杉。あー、よかった、普通のバンドだ。ドラムの強し。うわ、普通のバンド編成をしただけでこんなに喝采が。僕らはあまり統一感がないバンドですが。あー違う、謙虚にならなくていいのに。一番正しいのに。では聞いてください、軽音部の愚痴。いやー、なんで設備ないんだろうな、これ。設備ね、きついわ、きついわ。これめちゃくちゃさ、チープすぎる、まあ、ね。そうそう、それだよ、マジで。金だよ、金。ありえねえ、ありえねえ。多分顧問が悪いんだと思う。だって楽器もさ、なんかさ、何教師だもん。2万円ぐらいで買えそうじゃん。ね、あ、確かに安いよな。でも2万円って俺らにとってはいや、まあ、確かに高いけども、マジうぜえから、本当に。その高校側にね、頑張ってますね。本当、マジ。頑張る。ね。演奏しねえのかよ。